まあ一人暮らしをまた始めたっていうのも大きいんだけど、うん、だ好きなものしか食べなかったし、と休みあればとか仕事の前に一食は食べるじゃないですか。朝はあんま食べないんですけど、稽古は大体舞台の昼ぐらいから始まるので、でちょっと時間あれば食べに箱子だったりとか違うカレー屋さんだったりとか、ちょっと早く出てで食べて稽古行ってみたいな、シフト大体毎日とか、もう本番中もやっぱレトルトカレーとかご飯だけあれすれば作れるんで、で行って食べて昼終わって夜の前に食べるってなると1日2食食べちゃったりとか、なんか好きなものだけ食べてたいんですよね。昨日の夜もカレー食べました。ルーだけ。昼はカレー食べて、夜ご飯屋さん行ったら、飲み屋さん行ったら締めのカレーライスがあって、でも締めのカレーライス、ライスはもう夜だから食べるのやめようと思って、ルーだけもらって食べてきました。で今日もカレーを食べるという。都内の方にバコニさんで1個引っ越してきてから尋常じゃない頻度で来てますね。まあ、大体これを含めつつ月20食ぐらいカレーをアベレージで食べてるっていう日々が続いてます。その中で一番大好きなカレーです。なかなかない夕焼けだし、まあさっきもずっと言ってるけど何も縛られてないから、別に好きなだけ落ちきるまで夕日を見ることもできて、でそこで俺は観光で来てるけど、そこで生きてる人がいて当たり前なんだけど。